小野寺拓也は日本のプロレースラー。リングネームは t ホーク。駒沢大学附属苫小牧高等学校時代は野球部に所属しており、当時はブルペン保守として田中正宏らの球を受けていた。2009年に高校を卒業してドラゴンゲートに入門。2010年3月29日に出身地を名字とした苫小牧拓也のリングネームでデビュー。 2011年5月15日、リングネームをトマホーク TT と改めることを発表。同時にドラゴンゲート内の最大派閥である、ブラッドウォーリアーズ入りすることを明らかにし、ユニット解明後もマットブランティーに所属していた。2012年、谷崎直樹の怪我に伴い、試合を代わりにタイトルマッチで行う。リングネームも谷崎直樹都市髪型、背中のタトゥー、インプラントや、 笠の場バなどの技は、もちろんのこと、ムーブも含め完全に真似ている。しばらくして、本物の、谷崎直樹が復帰すると構想が勃発、バックステージやコメント中などに構わず乱入、乱闘などを繰り返す。最終的には保有している、トライアングルゲート王座のベルトと名前をかけ、9月23日、トライアングルゲートコントラ谷崎直樹マッチを行い、勝利。 谷崎のリングネームをミスター99、豊中ドルフィンに改名させた。乱入や介入はあるがツインゲート王座やトライアングルゲートを獲得。ドン・フジやシーマ等からホールを奪うなど急成長。しかし、2013年1月27日に再び谷崎とノンブレコントラデスティエロマッチを行い破れ、谷崎直樹の名前は奪われ今度はミスター PP。 トマコマイペンディンに改名させられてしまう。2013年2月11日は歌山大会、ジミーズとの全面対抗戦として、敗者ドラゴンゲート追放マッチが組まれ敗れたが、谷崎直樹がタッグ結成を持ちかけたことにより、ドラゴンゲートからの追放はなくなったが、マット・ブランキーからは追放となった。2月15日神戸大会、谷崎直樹改め、ミスター・99、谷崎直樹、 トヨナカドルフィンと動物タッグを組み、BB ハルク戸沢明と対戦したが、ハルクのファーストフラッシュで敗れた。その後はメキシコに渡り、トマホークというリングネームで、エータ、フラミータラと共に、ミレニアルズを結成。ドラゴンゲート復帰後、リングネームを T ホークとする。8月23日後楽園、ホール大会で、エータ、 ユーティーと共に来場。エータとのタッグで2013年サマーアドベンチャータグリーグを制覇。オープンザツインゲート統一タッグ王座暫定王者となる。11月3日、大阪大会でエータとのタッグでドラゴンキッドケーネスとの王座決定戦を制し、オープンザツインゲート統一タッグ王座を獲得。11月7日、後楽園。 ホール大会にて、吉野雅人の持つオープンザドリームゲート王座に、初挑戦を果たすが、ダッシュはならなかった。12月5日後楽園、ホール大会にて、エータフラミータとのトリオで、挑戦者決定ワンナイトトーナメントを制し、オープンザトライアングルゲート王座の挑戦権を獲得。その日のメインイベントで、ビービーハルクヤマトサイバーコングから、同王座をダッシュ。 オープンザツインゲート統一タッグ王座と合わせて2カ王となる。2014年3月16日、和歌山大会にて、エータユーティーとのトリオでジミーズから、オープンザトライアングルゲート王座をダッシュ。7月20日、神戸大会にてエーターとのタッグで、高木慎吾戸沢明から、オープンザツインゲート統一タッグ王座を獲得。しかし、11月2日、大阪大会で、 シーマガンマの大阪06に敗北し、王座陥落。11月6日、後楽園大会で俺たちベテラン軍との解散、コントラミレニアルズメキシコ強制相関マッチを行う。負けた場合今年いっぱい日本で活動し、2015年からはメキシコで直しという条件だったが、見事に勝利し、ベテラン軍を解散に追いやる。また、12月3日の後楽園大会で、 シーマガンマのタッグコンビである大阪レロ6が持つツインゲート王座への挑戦が決定した。その後ダッシュに成功。しかし、上記の件により、ドイダー,アーツによりシーマ、ガンマ、ケーネス、ドン・フジ・イーラーが加わった、マとブランキーに狙われることとなる。2015年に入ると、シーマとの交想が勃発し、5月5日のメインイベントで金網の中に入ることになる。 5月5日、愛知県体育館で、くじー、高木慎吾、マト、斉藤、ジミリョウ、そして、因縁のシーマと金網の中で戦う。全選手、自分の指定選手の髪切り、もしくはマスク萩のリスクを、ホール、ギブアップを奪わなければ、エスケープが不可能なルールの中で、自分だけ、指定選手が2人というリスクを背負いつつも、斉藤とシーマを、ギブアップさせ、 吉野とドイのリスクを解除し、最後の一人としてエスケープし、負け残ったシーマを坊主にした。そして構想を続けていたシーマと一旦和解して、ドラゴンゲートの未来を担う選手になって、このドラゴンゲートを引っ張っていきます。と宣言した。6月14日、福岡、博多スターレーンで、オープンザ・ドリームゲート王座を獲得した吉野正人にドリームゲートの次の挑戦者に、 逆指名される。7月20日、神戸ワールド記念ホールのファイナリストとして、王者の吉野雅人とタイトルマッチを行うが、ソルナ支援って改めて敗北。その後、人よ限りのタッグを組もうと吉野に言われ、人よ限りのタッグを吉野と組むことが決定。これに対して、高木慎吾が反発する。8月2日、神戸三謀ホールで、吉野と人よ限りのタッグを組み、 吉野のチームメイトの戸沢と高木と激闘を繰り広げるが、高木のパンピングボンバーで敗北。高木に暴言を吐かれるも吉野に助けられなんとか大会を閉めた。8月6日、高楽園ホールで自身が所属していたミレニアルズが解散。8月16日、大田区総合体育館でドリームゲート戦で吉野に勝利し、 ドリームゲートの三度目退官に成功した高木にタックを結成し、土井しげとヤマトの持つツインゲートに挑戦しようと言われ、それを了承したが、8月30日の博多、スターレーンで、高木は裏切り、最後はヤマトのギャラリアで敗北。そして試合後にも攻撃され、さらには元、ミレニアルズのメンバーのエーたとことかにも攻撃され、ケツダルマにされるも、 モンスターエクスプレスの吉野、戸沢、シャチホコボーイが助けに入り、シーマを入れたメンバーで緊急決定試合を行い、急に入ってきたビッグ R 清水の助けも借り、エータを必殺のナイトライドで沈め、その後も高木たちに攻撃される。そして、高木のマイクが終わり高木たちが帰った後、清水にタックリーグに一緒にエントリーしようと言われ、それを了承。 清水とタックリーグで組むことになった。9月23日、タックリーグで決勝トーナメントに出る選手を決定する試合を行ったが、戸沢のパッケージジャーマンスープレックスホールドで敗北。試合後、清水にディアハーツに入ってくれと言われるも、そのお願いも振り切り、吉野や戸沢、シャチに自分をモンスターエクスプレスに入れてください。と言い、モンスターエクスプレスに加入。 11月6日、オープンザトライアングルゲート王座を獲得。2016年3月6日、清水とツインゲートを獲得。同時に、久しぶりの二冠王となったが、6月19日の京都 KBS ホール大会で、ジミー・ススムジミー・カゲトラ組に敗れ、王座陥落。9月4日、ネイブルカデナーリーナ大会のオープンザトライアングルゲート戦でジミーズの堀口元気。 H.A.G., Me, a 斎藤ジミー・リョーアンドジミー、神田組に、最多防衛回数更新がかかった試合で、敗れてしまい、大座陥落。ツインゲートのベルトに続きトライアングルのベルトもジミーズに、ダッシュされてしまうことになってしまった。このあたりからチームでのタッグやトリオでの負けが増え、名指しで、シャチホコボーイらを批判するようになっていく。9月22日。 大田区体育館大会でユニットと吉野に対する不満が爆発し、9月25日に吉野との直接対決で、もし自分が勝ったら、今後モンスターエクスプレスは、今後自分が中心となってやっていくと言い残し一人で退場。9月25日、神戸参謀ホール大会第5試合での吉野との一気打ちの最中にバーサックが乱入。試合がノーコンテストとなり、 周囲がざわつく中で、土井に直接勧誘を受けてそのままバーサーク所属となる。その場にいたバーサークのメンバーと共に、吉野を攻撃し、完全に決別することとなった。2018年5月7日、中国上海市を中心とした海外事業を展開する株式会社ドラゴントの代表にシーマが就任。シーマ、エルリンダマン。 山村武漢と共に海外を中心に活動することになり、日本での出場機会は不定期になることが発表された。2019年1月5日、前年6月から、シーマやリンダ・マンダと結成したストロングハーツの一員として、定期参戦を続けていたレッスルマイナス1の後楽園ホール大会にて、足の翔太郎が保持するレッスルマイナス一チャンピオンシップに挑戦し、 ケルベロスで勝利。第14代王者となる。2020年1月3日、高楽園ホールにて、DDT プロレスと、業務提携を表明し、DDT のリングに上がることを告げた。2021年3月12日、自主興業、アクションマックス、新宿フェイス大会にて、シーマを含めるストロングハーツの4名が、グリと入団を発表し、翌日入団会見を行った。 9月7日の全日本プロレスの後楽園ホール大会にてエルリンダマンとのコンビでゼウスとイザナギが保持するアジアタック王座に挑戦し勝利。第111代王者となり初のメジャータイトル獲得となった。ありがとうございます。